い、クジラクジラ。なんだね。東京にファンが一人もいないエグザイルいんじゃん。いるね。その後輩グループでジェネレーションズいんじゃん。いるね。うちは今日まで生きてきてジェネレーションズのファンですって人に会ったことないんだよ。クジラもだよ。どんな人がファンなんだろうな。そうだね。やっぱり田舎に住んでいて一度も田舎から出たことがなく、イオンモールやドンキが好きな連中なんだろうな。そんなジェネレーションズが解散するみたいね。そうなの。最近来年のツアーとかを発表したんだけどさ、そのツアーが終わったらめでたく解散なんだよ。どうして解散するの。まず白浜アランと片寄涼太の脱退が近く発表されるんだよ。この二人が脱退したら事実上の解散なんだけどさ、解散理由は自分たちの音楽が田舎にしか届かないからみたい。そうなんだね。東京にファンがいないから埼玉スーパーアリーナでライブをよくやっているんだけどさ、埼玉でばかりやっていたらそりゃ田舎にしか届かないわな。